じゃあ早速その実際の PC 版の映像をご覧いただきたいと思います。はい、はい、今画面ってこうですね。はい、出てますね、はい、ただですね、4K で皆さんは見れてないと思います。はい、はい、これ動画配信なので、はい、どうしても、はい、画素数は、はい、解像度は落ちます。これはだから本当は 4K なんですね。こっち側の方は今ね、あ、そこら辺もあと説明します。はい、はい、こちらは PC 版のメニュー、スタート画面ですね。スタート画面ですね。はい、ですね、こういったメニュー、ここら辺はまあほぼ同じ、家庭用と一緒なんですけども、ね、はい、はい、やっぱ PC 版の特徴はここですね、グラフィック設定、これが追加されて、幅広い PC のスペックに対応したものになっています。はい、はい、ちょっとここはね、やっぱり皆さん気にされてる人が、はい、PCU ゲーマーさんは多いと思いますので、はい、軽く紹介しますね。で、まあ、ウィンドウはフルスクリーン、はい、ウィンドウモードとかあります、うん、で、解像度、解像度、解像度、今これ 3K じゃなくて3000ですね、 4K にちょっと1個下のやつですね。はい、はい、これなんでかというとですね、うん、今結構いいマシン使ってるんですけども、はい、今こうエキストラ入って全部最高スペックになってるんですけど、うん、この全てのエキストラハイをでゲーム遊ぶにはもう一段上ぐらいのスペックが必要になります。超豪華な PC で、解像度の部分をこれちょっとこれ誤解ないように説明したいんですけど、はい、結局 PC って毎年毎年スペックがアップしていってどんどん進化していくんですよ。で、ただ今お金をかけてもものすごく先のスペックが見たい人でも楽しめるようにうちのプログラマーが頑張って、うん、これでもかいうぐらい高画質なものを用意してますのがこのエキストラハイなので、うん、お金のある人は全てエキストラハイ、この解像度 4K で楽しむことができますので。なるほど、はい、なるほど。で、あとはパソコンに合わせて調整できる。そうですね。で、もしその画像、画質グラフィックだけは綺麗なものでいいからフレームレートをちょっと落としてもいい、うんうん、グラフィックが綺麗なで見たいという人はここに 30fps に1回落としていただければちょっとしたのスペックでも遊べるようになります。なるほど。でこういったもうそういうその自分の PC に合ったように調整できたり自分の趣味思考に合ったようにこうやってカスタマイズできるんですね。はい、そこがPC の一番面白いところだと思います。はい、オプションとしては、モデルディテールテクスチャークオリティですね。はい、で、フィルタリング関係とか、すいません、これ何言ってるかわからない人多いかもしれませんけど、まあ、なんとなくその言葉の持つものが綺麗になるんだって思ってもらえればいいですね。あ、なるほどね。はい、で、影であったりとかですね、はい、シャドウ、はい、ライティングですね、ライティング、はい、で、これフィルタリング、ね、スクリーンフィルタリングですね。はい、で、ここら辺も今回グラウンドゼロズは夜のステージとか、はい、昼間のステージとかありますんで、例えばこのアンビエントコーディオとかはあんまり夜のステージだと、効果なくて昼のステージとかで綺麗なので、まあ、スペックによってはこれを夜のステージは切ってとかでその分エフェクトを効果にしたとか、まあ、遊び方にもよってもちょっと調整してもらってもいいかもしれないです。違う、はい、で、これがオプションなんですけども、あ、ですね、うん、今 YouTube の方からの外国人の人が30フレームがマックスなのかっていう、いや違う違う何を言ってるんですか海外の方。じゃあ僕がちょっと通訳します。はい、The PC version has a 60 frames per second max, maximum. It's not a 30 frame per second. Per sec. So the 60 frames per second will be a maximum frame rate. Don't worry. 60フレームからの可変フレームレートになっています。はい。ただ先ほど言った、ちょっとスペックが低いけども、ハイクオリティで遊びたい人用に、はい、それもアクションゲームとして快適に遊べるように30フレーム固定機能あえて作ってます。はい、はい、ほとんどのゲームはこのフレームレート自動ぐらいしかないんですけども、うん、はい、それで大丈夫ですかね。大丈夫だと思います、うん、固定なんですよね。あ、いやそれは低いスペックでも快適に遊べるようなのがこれです。はいはい、了解です。はい、もちろん高いスペックの方はご自動にしていただいて、うん、で、設定は OK。 あ、そうか、これも PC ならではですよね、うん、あ、キーボードの、
当然 PC なんで、キーボードとマウスを使って、それだけでも遊べるように、はい、ゲームの方を調整しています。でもう一個ここにですね、セーブデータアップロード、お、まさかこれは、はい、これSteam さんのサーバーの方にセーブをアップロードするボタンです、はい、で、これをやっておけば PC とか買い替えた時とかに、同じセーブデータを使って続きますことができますし、ファントムペイン、はい、本編の方も PC 版出しますので、うん、その時にこのセーブデータがあるとですね、お、はい、そのセーブデータの中身によっていろいろおまけが最初からもらえるというふうになっていますので、はい、たくさん遊んでいただいてですね、そのセーブデータを一回アップデートしておいてください、うん、はいはい、もちろん GZ から TPP への引き継ぎも OK と、はい、はい、じゃあゲームちょっと始めます。はい、お願いします。英語で言ったら質問攻めになる結構その海外の方見ていただいてるんですよね、はい、PC 版がやっぱり気になって、あ、すごいですね、たくさん来てますね。あの英語 のテキストに変えろっつってますよ。あ、どうしようか、あと変えましょうかまあそこら辺は臨機応変に、はい、はい、最初はまあカットシーンですね、リアルタイムな、これもね、やはりこうやってズームしてもらうとこういった看板のテクスチャーが非常に綺麗になったりとか、あとここの、ペンスの、そうですね、斜めのところとかで、そう、抜けが非常にスムーズになったりとか、そういうところがもう全く PC 版の違うところですね。文字も綺麗なんですね。この字綺麗ですね。すごい看板のちっちゃいフォントとかも綺麗に出てます。ライトの表現とかも、まあ、パッと見は綺麗だなと思うかもしれませんけど、はい、こういろんなものと比べていただくと、これね、だからね、ぜひね、皆さん本当に本物のね、うん、実際に映像を見ていただきたいですね。ちょっとやはりそのストリームで見るのだとなんとなく感覚は分かるかもしれないですけど、実際にこのね、あの兵隊さんのこのテクスチャーの感じもそうですし、はい、質感もそうですね、ライティングも全部ひっくるめて、うん、非常に綺麗になってますので、あの目の、そうですね、目が見えるっていうのが、まあ、もともと書かれてるんですけど、うん、光害像になることでよりディテールが綺麗に見えるんだなってびっくりしました。このボケっていうんですけど、被写界深度、被写界深度、これがすごいデプスオブフィールド、はい、リアルですよね、はい、ここ私大好きなシーンですね、ボケ感じがすごくいいシーンです、うん、はい、じゃあちょっと実際のゲームの方に移りますね、はい、じゃあちょっとゲームプレイ見てみましょう。はい、はい、これね、なんか一瞬気がつくかどうかわかんないですけど、ライトの数が増えてる感じです。ライトの数が増えてですね、向こうまで見えますし、遠くの方までライトを置いてますので、はい、よりその奥行きが感じられると思います。そうですよね、ライトの色がちゃんと違うっていうのが分かるのが、で、あのゲーム性は今週末一緒なので、そのプレイヤーが行けるところを妨害したりとか、はい、敵兵の歩く道が変わるようなことはしてないんですけども、そこを邪魔しないようなオブジェクトを、ものをたくさん置いてますので、うん、はい、こう見た時にですね、いろいろ情報量が増えてます、うんうん、こういった感じですね。綺麗ですね、やっぱね、はい、遠くまでクリアに見えます。黙っちゃうね、見入っちゃいます、ね、見入っちゃうと黙っちゃうね。60フレで動いてますし、はい、姿勢を低くしておけ、操作方法は坊主画面で見られる。これはね、ぜひ皆さん体験してもらいたいな、うん、本当に。看板どっかないかな、最近やってないから分かんないんでしょね、最近ファントムピンばっかりこの間やったら死んじゃいましたね。はい、まあ、いきなりもう見つかってるじゃないですか見つかりそうですよ、はい、今のさあでですね、まあ、コントローラーもできますし、当然お先ほどご説明いただいたキーボードでも、マウスキーボードですね、マウスとキーボードでピッ、ヘッドショット、決まりました。こっちで慣れてる方は多いんで、は、はい、これで遊んでいただいて、
で、こんな感じでキーボード、キーボードマウスでも操作できますよ。綺麗に遊べますと。さあ、奥行きやばいとか、はい、いろいろ皆さんから。ここまででございます。え、ここまでお楽しみは、お楽しみはここまで。もうあと1週間ですので、はいはい、ぜひあの PC 版の方、ダウンロードして、あ、ご覧いただいてプレイしてもらえると、はい、今最先端のグラフィックが楽しめますので、はいはい、お楽しみにしてください。はい、コレカドさんにご説明いただきましてありがとうございます、はい、ありがとうございました。いいですね。